皆さんこんにちは。筑波大学でスポーツ国際開発学を専攻しています井上由衣子です。この度は飛び立て留学ジャパン12期生として決意表明をさせていただく機会をいただきありがとうございます。私は今回の飛び立て留学を通じてスペイン・バルセロナにあるバルサ財団という機関でインターンを行います。バルサ財団は、有名なサッカークラブである FC バルセロナが運営をする財団で、クラブの行う社会貢献活動を一手に担っている機関です。ここでは特に青少年を対象としたダイバーシティ教育プログラムに力を入れており、これを世界50カ国以上で展開しています。このプログラムではスポーツの競争性ではなく協力性を重視したゲームを通じて体を動かしながら参加者同士が相互理解を深め、また他者へのリスペクトやチームワークといったダイバーシティ&インクルージョンに大切な価値を学んでいきます。さらには性別や年齢、障害の有無や人種など異なるバックグラウンドを抱える人々を包括的に受け入れ、誰もがスポーツを楽しみスポーツから学べる機会を提供しています。そもそもダイバーシティ&インクルージョンとは何かというと、一人一人が互いを認め合って、誰もが自分らしく生きられるようにしようという概念です。私は今回、このダイバーシティ教育プログラムをバルサ財団で学び、今後日本でも教育現場やスポーツの指導現場、あるいは企業の研修現場などでこの概念を広めていきたいと思っています。一旦ここで、皆さんに質問があります。皆さんには今、夢と言えるものがありますか？私は小学校で夢についてお話をさせていただく機会が時々あるのですが、同様の質問を子どもたちにさせていただくことがあります。すぐに手が上がる子もいれば、もちろん、まだないという子ももちろんいますし、そんな私自身も、これまで明確な夢を持って生きてきたかというとそういうわけでもありません。またそもそも夢を持つ持たないというのは人それぞれ自由であっていいと思っています。ただ私がいつも強く心に思っていることは、今回のインターンにも関わることですが、私たち一人一人、また子どもたちが夢を持って何かを頑張りたいと思った時にそれを潰さない社会であってほしいということです。私は長くサッカーをやってきました。子どもの頃は、サッカーはまだ男子のするものという社会規範が根強く、女子だからという理由でよく仲間外れにされました。そのことで、サッカー選手になりたいという夢を、失いそうになった時もありました。自分のいたかった場所から排除をされたり、そのことが理由で、夢を諦めざるを得なかったりという経験は、私と同様に多くの人々が、したことがあると思います。女だから男だからという性別を理由にされたり、あるいは障害があるから、病気だから、ハーフだから、片親だから、貧乏だから、 LGBT だからなど、生まれ持ったものや、育った環境を理由に自分の生き方や夢を否定されてしまうことが、残念ながらまだこの社会には溢れていると思います。だから私は、今後ダイバーシティ教育に、取り組むことで、皆が互いを認め合って誰もが自分らしく生きられる社会を作っていきたいと思っています。そのことによって、これからの私自身や出会う子どもたち、私の周りにいる大切な人たちが、今後希望を持って何かを頑張りたいと思った時にそれを社会によって奪われたりすることが決して起きないようにしたいです。この思いをしっかり形にするために、私は今回、バルサ財団でダイバーシティ教育プログラムを学び、一ファシリテーターとしてそれを実践実行できるだけの、確かな実力を身につけていきたいと思っています。最後になりますが、私は小さい頃からどちらかといえば自信がなく、気の弱い性格で、まさかこんな風にビデオの前で決意表明をする日が来るなんて想像もしていませんでした。でも大人になってこのような素晴らしい機会をいただけたことに、これからは誇りと自信を、抱いて、一人でも多くの子どもたちに伝え、勇気を届けていきたいなと思っています。改めて今回、私たち12期生に素晴らしい機会をくださったこの飛び立て留学ジャパンプログラムに関わる全ての方々に心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。